アン・アースは、アメリカ合衆国のメタルコアバンドである。雑誌、メタルハンマーの記者とのインタビューにおいて、メンバーらは、ソイルワーク、アット・ザ・ゲイツ、アース・クライシス、イン・フレームス、メタリカ、パンテラ、スレイヤーなどから、多大な影響を受けたことを打ち明けた。1998年マサチューセッツ州東部で、トレバー・フィップス、バズ・マグラス、ケンス氏、マイク・ラドベルク、 クリス・リビツキラが、アン・アースを結成。2005年、エクストリーム・ザ・ドジョ・ボリューム13にて、アトレー・ノルマ・ジーンと共に初来日公演。2006年、ラウド・パークに、出演、2度目の来日公演を果たす。2009年、イン・フレームス、ラム・オブ・ゴッドと共に3度目の来日公演。2010年、ザ・ブラック・ダリア・マーダー、イーチ・オブ・ザ・デイズと共に4度目の来日公演。 ビデオライブ、マイウェルビー・イーダンライブ・イン・東京、ジャパン、メタル・リボルバー・ブリップス、ハット・ラフ・エッジ、ザ・マーチ。ありがとうございます。